メカリ公園のタコの山タコの山とは、滑り台を主としながら、迷路や秘密基地のような構造を合わせ持つ、コンクリート製、人造石研ぎ出し、仕上げの屋外公園遊具で、造形上、タコの姿を模していることからその名で呼ばれている。タコ山、タコの滑り台、タコ山滑り台、タコの山の滑り台、タコ遊具、タコスライダーなど様々な別名でも親しまれている。 1965年に日本の東京都足立区西新井にある新西新井公園 GM1 に初めて設置されて以来日本各地に数多く設置されるようになったとも1968年に東京都品川区の新明治堂遊園に設置されたのを先駆けとして広がったとも言われている。いずれにしてもその頃以来タコの山はほぼ 日本国内に限って広く普及していった造形に愛嬌と不思議さがあって人気なのも去ることながら業者の言うことには1小さな子供は遊んでいるうちに自分がどこにいるのかよくわからなくなるという迷路性があって楽しいらしい。前田屋外美術株式会社が開発1960年代後半から日本全国の公園に設置した屋外公園遊具で その形状が成立した経緯については複数の証言がある。当時同社の若手デザイナーであった工藤健によれば、この遊具のひなにあたる新案はプレースカルプチャー石の山という名称で曲線の組み合わせで何の形とも判然としない形状の滑り台であったという。工藤は、 児童の想像力をかき立ていようと、あえて不可解な形状にデザインした結果であったが、売り込み先の一つであった東京都の足立区役所の幹部には理解されず、何の形かわからないから頭をつけてタコの形にするように指示されてしまう。しかしこうしてできたタコの山田一号が区内の新西新井公園に設置されると人気を博し、他の公園にも次々に設置されるようになっていったと、 いう一方、東京都品川区の公園整備担当職員であった人物の証言では、区内の新名児童遊園に設置する遊具として、前田屋外美術株式会社が曲がりくねった滑り台を複数組み合わせた形状の遊具を提案したが、この職員は気に入らず、同社のカタログに掲載されていた別の遊具がタコの形であるのを見て、原案の遊具にタコの頭を乗せてタコの姿を 片切った滑り台にすることを思いついた。これこそが、タコの山誕生の瞬間であり、1968年に、新名治堂遊園に設置された2機が第1号で、あるという、GM に、ジャパンスック・ブラックフィスック・デンマークのコペンハーゲンにある、スーパーキーレン公園に設置されたタコの山。いずれにしても、1960年代後半、東京都区部の都市公園に登場した。 タコの山は子どもたちに人気の遊具となった。設置されている公園は、公園管理者の定めた正式名称とは別に、タコ山公園、タコ公園、タコ中公園など、地域住民や愛好者による思い思いの愛称で、親しまれている。前田環境美術株式会社は1970年頃から全国にタコの山を約400基作ったが、当社には記録が残されておらず、 正確な数は把握できない。最初期に設置された中には撤去されたものもある。理由は老朽化ばかりでなく、前田環境美術によれば、古いものは、勾配が急なのも2002年3月に改められた、公園遊具の安全基準、都市公園における遊具の安全確保に関する指針に、照らして存続させづらい点があるという、新明治道遊園のタコの山二期に、うちの大きい方は、 道路整備に伴って移転が試みられながらも予想以上の老朽化のために断念され2007年7月地域住民らに惜しまれつつ撤去廃棄された上で新設の道公園に同系の新品が改めて設置された小さい方の一基は新設の道公園に設置し直されている一方でソースを増やせるものでない中完全新規で設置されることもある 2010年には北九州市の若カメガ公園に国内最大級の高さ約6メートル、最大幅約20メートルのタコの山が設置された GM3。2011年にはデンマークの首都コペンハーゲンに整備されているスーパーキーレン公園 GM4 に前田環境美術のタコの山が設置された新西新井公園タコの山。 GM1 東京都足立区西新井5の17の1に、所在。足立区によれば、公園が造成された1965年に一基が設置される。制作は、前田屋外美術、タコの山の第一号かどうかについては、品川区のものと説が二分されているが、区が独自に調査した限りではこの公園のものが、現存最古の可能性が高い。 関係者説の東京都足立区の記述も参照のこと。新明治堂遊園タコの山。GM に東京都品川区二用1 4四の二十五に所在。品川区によれば、1968年に大小二期が設置される。制作は、前田屋外美術。初代の大きい方は、高さ約4.5メートル。最大幅約10メートルであった。このタコの山は、1996年。 デビュー直後の広末良子が出演して、一躍彼女を有名にした、NTT ドコモのポケベルのテレビ CM のロケ地になっている。初代の大きい方は老朽化して2007年7月に撤去され、代わって2代目が設置されている。小さい方は別の公園に移設されている。恵比寿東公園像経由具東京都渋谷区恵比寿、1-2-16に所在する、通称、タコ公園。公園は、 戦災復興区画整理公園として1958年3月25日に開園したタコの山の設置時期は未確認。ここのタコの山は数多くのテレビドラマのロケ地として映像に収められてきた。しかし公園が整備された2010年11月、改正後の安全基準に合わないとして撤去され、あくる2011年1月、代わりに山とは呼べない小さくて 背が低く単純な作りのタコの滑り台が設置された。古くは富士テレビのテレビドラマウエディングプランナーで大森徹と寺島拓がサッカーの練習をしていた公演最終回で寺島かな子が寺島拓にパパのところへ行くよう説得した公演ほか撤去が近い年の例では TBS アラウンド四十注文の多い女たちの第三話で 小形里子と小形ルカが遊んでいた公園。タコの山が撤去されて、単純な構造のタコの滑り台に変わってからも、テレビドラマのロケ地として使われ続けている。メカリ公園タコ山、GM3 福岡県北九州下地区、若目狩地区に所在。2010年に一基が設置される。制作は、巻いた屋外美術。制作費は、約4000万円。高さ約6メートル。 最大幅約20メートルは国内最大級で少し離れた場所には足先を模した水飲み場もある。右上段に画像あり、スーパーキーレン公園、ジャパンスックブラックフィスック、GM4 デンマークの首都コペンハーゲンに所在。住所はノリブリゲイド210、2200個分法ン,ン、2011年に1機が設置される。制作は、前田環境美術。 現地名はジャパンスク・ブラックフィスクで日本の統測類を意味する。ウレツに画像あり、開発、制作、設置、管理、撤去、記録、評価など何らかの形で深く関係するもののうち特筆性の高いものを記載する。個別の設置場所は公園などという形で設置してある施設名と確認しうる最近の色使いを基調色で表している。は ピンクの単色で最もよく見られる色使いの一つ。日本以上はそれらの色で色分けされている。前田屋外美術株式会社屋外公園遊具の傑作として知られるタコの山の開発企業。倒産後、前田環境美術株式会社がその後を引き継ぐ。前田環境美術株式会社1967年11月30日。設立。本社所在地は、 東京都渋谷区猿学長9-8、資本金3200万円、公共土木施設に関する景観設計、施設制作、思考を修行とする、工藤県庁国家、前田屋外美術の社長がデザインのできる、従業員としてスカウトしてきた若き芸術家の卵たちのリーダー格で、仲間と共に、公園遊具の新案、プレースカルプチャー石の山を考案し、これが、 タコの山の雛形となった。1937年、秋田県秋田市生まれ。1961年、二課店に初出品。1962年、二課店で特選を受賞。1964年、東京芸術大学彫刻選攻科終了。1965年、二課店で金賞を受賞。1982年、二課店で 高村光太郎大賞店特別優秀賞を受賞。1991年、二カ店で文部大臣賞を受賞。1992年、第5回日本現代区省庁国展大賞を受賞。現在は、多摩美術大学名誉教授、西中井理事、株式会社アンス2010年5月10日設立。東京都小江市泉本町1の12の1に所在。資本金800万円。 屋外公園遊具の設計から施行までを修行とする地方自治体や観光庁の依頼をもとにこれまで約400件の公園遊具を手掛けてきた東京都足立区前田屋外美術の若手デザイナーが考案したプレースカルプチャー石の山をもとにして区の幹部がタコの山誕生のきっかけを作ったという1965年に造成された新西新井公園 GM1 に設置された1機が第1号で、全国的普及の先駆けになったと主張する。長年にわたって、設置数最多地域であり、タコの山が世に出て、すぐに10機も設置したことも特筆に値する。2019年時点の設置数は11カ所11機で、区民約6万2千人あたり1機ある計算になる。北鹿浜公園、城沼田北公園、城沼田東公園、 新西新井公園、沖野触れ合い公園、千中吉公園、千住本町公園、千住東町公園、東矢中公園、一つや中央公園、水神橋公園。なお、区のタコ山滑り台のある公園リストには、イデア中央公園のイカ山滑り台一基が含まれていて、コンセプトに共通性は見られるものの形状が大きく異なるので、本校ではこれを除外している。 アダチは以前からこのような面白公園遊具の充実に熱心で、タコの山はその中で最もまとまりのあるシリーズという位置づけになっている。アダチのタコの山は色もバリエーション豊富であるが元祖を歌う新西新井公園の一期は別格扱いされていて、新デザインを公募した上で2019年3月に塗り替えられ普通のタコの山から タコ星人ロケットへと進化した GM1。足立区のタコの山は10年から15年ごとに表面の塗り替えが行われている。東京都品川区、前田屋外美術の若手デザイナーが考案した遊具を元にして、区の職員がタコの頭を乗せてタコを模したことにする案を出したという。1968年に新名治堂遊園に設置された2機が第1号で、 全国的普及の先駆けになったと主張する。現在の設置数は、新名児童遊園の1箇所2期のみ、静岡県浜松市設置数は2004年時点で5箇所5期と、東京都足立区に次いで多かったが、2019年の確認時点で11箇所11期と足立区に追いついている。2019年時点で、市民約7万2000人あたり1期ある、安川公園、 東若林児童遊園、本町公園、早出かばの北公園、若林北子ども運動場、増楽児童遊園、14丁目の少年ソフトボール場、篠原東公園、高塚北子ども運動場、なる台第3公園、福岡県北九州施設置数は2014年時点で11箇所11基。2014年時点で市民約8万8千人あたり1基。 2019年時点で、市民約8万5500人あたり1件ある、メカリ公園、勝山公園、昭和公園、井公園、吉田公園、山王二丁目南公園、大池公園、小樹山二号公園、今光東公園、大谷六号公園、新木下げ公園。Google マップ、編集、ありがとうございます。